朝5時に起きて浩平が来るのずーっと待ってたんだから。おかげでもう眠くて眠くて眠くて、私はもう燃え尽きたよ。アスファルトでいいから寝たいよ。コウ君、クマちゃん、ごめん。もしかして今日の日直を私たちに変わってほしいとか。無理、私日直嫌いだから。ちっかう、そうじゃなくてこの間の件だってば。二人とも怒ってるでしょ。怒ってるよね。そんなこともあったね。そうそう、って忘れてたの。私も到着の彼方だったよ。私すっごい悩んで眠れなかったのに。だってデートを覗き見されるなんて普通嫌じゃない。あの時は面白がってノリでやっちゃったけど、二人は真剣なのにネタにして悪かったなって思って。いや、写真は事務所を通してほしいよね。だよね。片桐先輩にも怒られちゃってさ。うん、水鉄砲で私たちを威嚇して足止め食らっちゃったんだけどさ、その時に二人は真剣に交際しているんだから静かに見守ってあげてくださいって。いや、普段温厚な人ほど怒ると怖いよね。七子先生までビビって即解散になったよ。ビクちゃんやアイちゃんも巻き込んじゃったし、本当申し訳ないことしちゃった。だって私は夜明けちゃんのメイドさんですから。だから朝来たら一番にコウ君に謝ろうと思って待ってたんだ。そうそう、でもその気持ちはありがたく受け取っておくよ。あ、よかった。二人に許してもらえなかったらどうしようかと思ってた。ところでコウ君、いつからクマちゃんのことを夜明けって呼ぶようになったの？こないだうちに泊まった時からだよ。へー、コウ君、お話は昼休みにじっくり聞かせてもらいましょうかね。それとこれとは話が別だよ。すみません、兄さんにどう切り出せばいいのかわからなくて。本当にすみませんでした。二人のデートの行方が気になってしまって、つい…よかった…兄さんに一生許してもらえなかったら、どうしようかと思いました。
私すごく心配で、兄さんが迷わず待ち合わせ場所に行けるかとか、カッコつけてソフトクリームを両手に持って熊倉先輩に渡そうとした瞬間転んで頭にソフトクリームが落ちないかとか、熊倉先輩とはぐれて迷子にならないかとか、そもそも二人で遭難するんじゃないかとか、気になって気になって、だから千雪先輩に兄さんたちの尾行しないかと誘われてつい乗ってしまったんです。本当なら止めるべきでした。はい、あのお詫びに私のことも一日尾行してくださって構いませんから。私も日曜日以外ならいつでも尾行してください。お二人さん、仲がいいのはいいんだけどさ、教室で膝に乗ってイチャイチャはお姉さんどうかと思うな。トーコもやる？そっか、ごめんね、トーコ。はあ、こんなの毎日見せつけられるなんて。そうだね、私からは何も言うことないよ。でも一つだけ忠告させてもらうとね、もう先生来てるからさ、そろそろ離れた方がいいと思うな。うえ、さあ準備ができましたよ。ご飯にしましょうか。どうしたんですか？それは食事が終わった後じゃダメなんですか？兄さん、兄さんがこんなにしつけのなっていない人になってしまうなんて。りくちゃん、今は見逃してあげようよ。相手は熊倉先輩なんだろうし。兄さん、前はこんなんじゃなかったのに。恋愛ってここまで人を変えてしまうのね。恐ろしい。そうかな、周りが目に入らないくらいラブラブだなんて羨ましいけどな。そういうものなの？私はなんだか怖いけど、溺れて自分がなくなってしまいそう。それが恋ってものだよ。私にもいつかここまで夢中になれる人ができるのかな。あ、公平、あのね、聞いて聞いて、すっごいことがあったんだ。そんなのより全然すごいんだよ。お姉ちゃんが帰ってくるの。お姉ちゃん、しばらくこっちにいるんだって。公平にも会いたいって言ってたよ。だから今度のお休み、一緒に会おうよ。
ね。よかった。お姉ちゃんに公平を紹介できるなんて嬉しいな。あ、お姉ちゃんからチャットの呼び出し来ちゃった。ごめんね、公平。またね。珍しいね。大丈夫だって。お姉ちゃん礼儀とか気にしないし、むしろ自由すぎるくらいだよ。アーティスト？まあ会えばわかるよ。あ、ここだ。はい？はじめまして、じゃなかったね。久しぶり、和也くん。いいね。夢か。私、そんなにぼんやりしてたかな。あれ？二人とも知り合いなの？運命の出会いを果たしたんだよね、コズヤくん。ふーん、二人とも仲いいんだね。夜明けってば焼いてるの？かわいい。もう、お姉ちゃんのパーカー。コズヤくんもぼーっとしてないで座って。ほら、メニューもどうぞ。好きなもの頼んでよ。お姉ちゃん、私ジャンボパフェが食べたいな。そんで二人で半分こしよう。夜明け、ほんと半分こ好きだよね。だってお姉ちゃんと一緒に食べたいんだもん。改めて自己紹介ね。私は熊倉智音。歌とか歌って暮らしてるの。おーおー、君よく知ってるね。えへへ、何その変な敬語。普通でいいから、普通で。もう、だから普通でいいって言ってるのに。公平、緊張してるんだよ。え？そうなんだ。嬉しいな。ねえねえ、サインとかいる？遠慮しなくていいのに。わーい、来た来た。お姉ちゃん、あーして。
もう夜明けはいつまでたっても赤ちゃんみたいなんだから。はい、あーん、あーん、うん、お腹いっぱい。美味しかったね。ねえ。小津屋くんも遠慮せず何か食べ物頼めばよかったのに。今からでも間に合うよ。そう？ならいいけど。じゃ、そろそろ解散しよっか。お姉ちゃん、もう行っちゃうの？ごめんね。これから打ち合わせがあるんだ。お会計済ましとくから、ゆっくりしてて。やだよ。行かないでよ、お姉ちゃん。そんな悲しそうな声出さないでよ。立ち上がれなくなっちゃうよ。じゃあ、名残惜しいけどそろそろ行かなきゃ。ホテルに着いたら、また連絡するよ。うん。またね。あ、そうだ、小津屋くん。君の連絡先も教えてもらえるかな？うん。夜明けの彼氏さんだしさ、私とも仲良くしてよ。うん、これでオッケーだね。じゃあ改めて、まったねー。どうしようかね。なんか疲れちゃったし、そろそろ帰るよ。あ、一緒に来る？でも今日は用事があるから、あんまり公平と遊べないけど。あのね、実は、ミラクル姉貴のイベントがあるんだ。こないだ登録したソシャゲだよ。それでね、どうしても欲しいアイテムがあるから、今日は徹夜でマラソンするつもりなんだ。ごめんね。来週は遊べると思うから。じゃ、またね。兄さん、今日は携帯はいいんですか？それはそうですけど。鎌倉先輩と何かあったのかな？そうかもね。生姜焼き残ってますけど。Thank you.
字既読がつかないから何かあったのかと思って心配しちゃったよ。あのね、今日はお姉ちゃんに会ってくれてありがとう。私、お姉ちゃんに会うとデレデレになっちゃうからびっくりしたでしょ。それは言い過ぎだよ。恋人は公平一人だけだもん。そうだよ、当たり前じゃん。でもお姉ちゃんに甘えすぎたかなって反省してる。まあそうなんだけどね。ねえ、もし私が、なんでもない。じゃあ明日の昼休みに話すよ。屋上温室に来て。そろそろ私はミラクル姉貴のイベントに戻るよ。
それを言われると弱いな。ダメかな。いいよ。だって私がしたいんだもん。本当に？よかった。ねえ、小平。私、本当はね、なんでもない。そうとも言うような、それとも違うような。ごめんね。よくわからないや。ねえ、公平、お腹空いてない？今日は私がご飯作ろっか？